ところでもあります。3番の上林からの攻撃です。さあ岩佐の投球、ストレート149、ちょっと一瞬でしたのでオーダーがよくわからないところがあると思いますが、大きくタイガースは変わっています。148キロ、エンド、ファーストにはエンドが入っています。ワンアウトランナーありません。ファーストはエンドです。さあ4番のリチャードを迎えるところです。ショートに高寺が入っています。ライトに井上です。それからサードに山本が DH からポジションを変えて入っています。湯浅が打順に入っての出場ということになっています。空振り149、ここまでストレート3球を投じて148から149というところです。まだフォーク、縦のスライダーは投げていません。落とした、139キロ、空振り。2球でリチャードを追い込みました。湯浅の実戦登板です。独立リーグとの試合に続いての実戦登板、今日はウェスタンリーグの公式戦。ストレート150、スタンドです。ストレート4球目で150キロが計測されました。軸足に乗せるフォームからストレートで、リチャードから空振りを一つ取っています。追い込んでの投球です。4球目、ここまでフォークは1球投げました。高めのストレートは152、スピードは上がっていますがちょっと抜けた感じもありました。ワンボールツーストライクです。ワンアウトランナーありません。4対1と3点リードをした直後のマウンドで起用されました湯浅、状況としても打順の巡りなどとしても非常に実戦に向けていい形、捉えた、大きな打球下がっていって追いついた、豊田フォークでしょうか。139キロの表示がありました。レフトフライ、好プレーを見せました豊田。ツーアウトでランナーありません。緩やかな風ですが、リチャードはレフトフライに倒れて、今日のリチャード4打数ノーヒット。ツーアウトまで来ました。今日は上林をファーストゴロ、リチャード大きめのレフトフライ。さあバッターボックスデスファイネ、湯浅との勝負です。スライダーから、どのぐらいストレートに強くデスファイネが振ってきますか。インコースのミット、捉えた、正面、149キロのストレート少しバットの先だったでしょうか。スリーアウト、試合終了、3人で湯浅が締めました。出塁も許しませんでした。コントロールに苦しむこともなく。